Hey yo! ケンツメッシーです。今日もね、伺っていこうと思うんですけど、今日はですね、まあ、エリクサーゴーレムが今強いと話題になってまして、まあ、スパーキーだったり、まあ、昨日ね、ケンツメッシーが紹介したこのジャイアントデッキだったりね、いろいろ流行ってるとは思うんですけど、まあ、アイスゴーレムのところを変えたりするのも多く見られますと。まあ、そういう部分で、まあ、陣気に入れたらどうなんですかっていうコメントをすごいいただいたので、今日はね、やっていこうと思います。もともとはここがね、アイスゴーレムなんですけど、エリクサーゴーレムに変えてね、やっていこうと思います。で、フォーチュンにエリゴレが来たんですけど、韓国にあと1ヶ月ぐらい滞在するんですよ。で、iTunes が買えない状況で、日本のやっぱコンビニとかで買わないと課金できないんですよ。難しいんですよ、なんかそこら辺が。うん、で、迷ったんですけど、新カードってか、俺、この新カード以外全部完走してて、基本ね、こういう報酬とか、クララパスの報酬とかも、基本無駄になってしまうんですよ。なので、この新カードは完走させずに、まあ、じっくりね、こうやって、集めていこうかなと思います。はい。まあ、どうですかね、マルチで、まあ、強そうなんですけど、リーグでもね、まだ使えるのが、正式リリースされたらなんですよ。で、あと何日でリリースされるかわかんないんですけど、今はね、チャレンジで早く手に入るだけになってしまってるので、うん、まあ、まだ使わなくていいかなって感じでございます。まあ、ただ動画ではね、気になると思うので、やっていきます。で、先に言っとくんですけど、多分弱いです、陣気に混ぜるのは。うん、結論から言うとね、そのアイスゴーレムプラス雪玉とかで、やっぱね、軽いこう、なんだろう、ユニット受けでアイスゴーレムは使えてたので、ここをエリゴレにしてしまうと、もうエリゴレ出して、こう詰めるしかなくなっちゃいますね。これ最悪ですね。これはね、止まんないです、今の。はい、手札的に。ただ頑張っていきましょう。吹き矢、コウモリ、ウッド、ウォールブレーカーディガーなんで、おそらくボムタワーとかが入ってそうな、ものかな。もしくはこれにだってもう出されるだけで渋いよな。メガナイトとか入れるか、もしくはハンターとかのね、ものが考えられるかな。これ、処理できるかな。よいしょ。OK、救い切れましたね。こうしましょう。メガナイトか。メガナイトですね。これ、アイスゴーレムで継ぎたい気もしたんですけど、一旦インドラで守ります。はい。インドラで守って、ここかな?ここで攻めちゃおう。もう、攻めちゃいます。で、ここ詰めます、もう。よいしょ。なるほどね。いやー、一番渋い感じにはなってしまったかな。難しいですね、これ。ウォールブレーカー来るよね、絶対。来るんで、ここはもう捨ててあげて、まあでもダメージは入るねっていう感じですかね。ちょっとインドラをね、差し込みたかったんだけど、まあ至らなかったと。ただ今の無視することによって、まあまあまあって感じであるんでね。これランバーだけ出してあげて、おお、インドラ出しちゃって、ザップコウモリ来るんかな、わかんないんで、ここ詰めます。よいしょ。吹き矢を処理してくれたら美味しいんだけど、厳しそうだな。シンプルウォールブレーカー止まんないよね、これ。ここはもう、こんだけ出しといて、こうするしか方法がないっすね。で、メガナイト来るんだけど、どうすればいい?どうすればいい?なんかね、わかりますか?まあまあ、ちょっと、まあ、立ち回りの部分もあるんですけど、合わなさそうではあるんですよね。グッドゲーム。あー、もったいで。7勝なんで眠くなっちゃう。まあまあ、致し方なしと。まあ、俺の使い方がまだ慣れてないってのもあるんですけど、いまいちね、こう、合わない感じはするんですよね。どうなんだろうな、そのアイゴレの代わりに攻めるカードには なるので、両サイ攻めの機嫌に完成させたいですね。いや、最初の、
最初のボールブレイカー、今あれだな、初手ギガに即反応したらダメだな、多分。ジンギはね、多分ボールブレイカー止めづらいんで、まあ難しいところだよね。なんかね、ロギババとかウッドで、ボールブレイカーがワンパンになれば、まあ面白いのかなと思いますね。ニコスで死なないのがマジで優秀すぎるんでね。そこら辺は、結構思います。さあ、アイスゴーレム。で、ここにアイスゴーレムとして合わせれないんで、まあ、インドラから入るしかないかな。これ無視っすね。ネクロマンサー。後ろからアイゴレが切れないんで、あれはロリババとかで処理したいでしょ。メガナイトとかいそうで怖いんよな。まあ今でもこんなんばっかりな、マジで。これは処理できないんで、いや、いけるか。なんとか処理してあげて、カウンターでドナイヤって感じですね。なんとなく相手の敵分かった。今ちょっと流行ってるバルーンですね。ネクロ型もね、すげえ流行ってるんで、どっかでね、要塞降りたい。可能性は感じるんで、もちろん。要塞へし降りたいですね。ネクロが出てくるでしょう、おそらく。ネクロが出てくると思うんで、ランバー出しといて、多分、ファイボとかそんなないと思うんですよ。なので、ここを延命しといてあげて、ここだな。ここの感じがする。ここで攻めましょう。延命してあげて、こんな感じでもう一気に攻める感じかな。こうなってしまえば、単なる火力アップなんで、まあ強そうではあるよね。ただ、エリクスアドバンテージは取られるんで、こっからの防衛が大事になるかなと思います。ラムライド出してあげて、まあ、ジアチャで処理しつつ、まあ、こういうプレッシャーの書き方をすれば、まあ、機能はするって感じですね。一戦目みたいなね、こう、相手だと、若干渋いけど、まあ、こういう風にカウンターで、ばっこり持っていける部分は強いのかもしれないですね。どうですかね、どう見えましたか、皆さんには。まあ俺的には別にネタデッキとまでいかないけど、アイゴレに慣れてしまってる部分もあって難しいのかなって。だから今までのそのアイゴレの部分をエリゴレに変える軸は流行らず、そのジャイアントとかゴーレムの部分をそのエリゴレに変えるっていう方は流行るのかなっていう感じはします。どうだろうな、やっぱアイスゴーレムって偉大なカードなんですよね。ジャックにね、確か、一番最強なカードなんだと思うって聞いたときに答えたのが、スケって言ってた。それアイゴレじゃないんかいっつってな。じゃあ今なんでこの話したのと思ったんですけど、アイゴレもね強いってずっと話してて、その、シーズン1が確かバンルールがあったのかな、プロリーグで。で、ファブめっちゃアイゴレバン食らったんで、で、俺もキサシちゃんも、ジャックもアイゴレめっちゃ好きじゃん。まあ、2.6 ホグしかり、ジンギしかりって感じで、そう。アイゴレってね、やっぱね、強いんですよね、ニコスで。優秀なカードだと思います。なんかいいよね、ド派手な強さじゃなくてシンプルに、なんかデッキのさ、その縁の下の力持ちみたいな感じがすごく俺も好きです。最近のなんか新カードはね、メインを張るカードが多いですよね。まあ新環境いろいろこういっぱいカード出るんですけど、まあそれに適応していくのもプロ選手だなと思うと、まあ全員同じ状況なんでね、頑張っていきましょうって感じです。これは早めに延命してあげて、どう詰めようかなっていう。ここね、延命したいんですよ。延命したいけど、スパーキー来たので、やめます。で、これスパーキーね、3回受けれるんですよ、こいつ。ただ、エリクスアドバンテージがね、とんでもないことになる。で、これ、ユーノとか出してあげつつ、守ってあげつつ、これはね、
今のラムはね、迷ったんだけど、まあ仕方ないかな。仕方なさはある。雪玉これ裂いちゃうか。むずいなぁ。その、アイゴレみたいな動きできるんですけど、言うたらさ、嫌じゃん。こういう、このエリゴレをさ、捨ててしまうのは。バーンって飛んでさ、なんだろう、わかる？出せんな、怖いな、4ワード取られるのが怖くて、エリゴレもやっぱ慣れなんかなとは思いますね。マジアチこっち出して、そう、こうなると厄介っすね。ちょっとエリゴレで、するプランを考えようか。いやでも釣ったら終わりだな。オッケー、マジアチャがいい感じに仕事してくれればそれで俺は嬉しいよ。でこれランバー伝命してください。はい、キョスケの後ろに何かつけられるのが一番だるいので、これ延命してあげて、まあこいつらが死ぬのは別に何でもいいかなって感じです。でラムライダー出してあげて、ここ、おー、なるほどね。これさ、処理できるんかな今の。いけそう。オッケー。これでもいっちゃいます。いっちゃいます。これね、多分押し切れそう。血行削るんでね。オッケー。こういう動きがね、まあ強いよな。シンプルに。あとはバルーンなんで、ラム回しちゃって、グッドゲームですね。だからこういうなんか攻めの火力はグッと上がった気する。1戦目も勝ってたんかな。ウォールブレイカーにちょっとやられてしまった感はあるな。まあちょっと巻き枯れ入ってしまったんですけど、こんな感じで、ね、エリクサーゴルムの陣技は、まあ火力が出ますよっていうことをね、お伝えしておきます。まあイゴレでやるかな俺は。で残り、3勝で12勝になるので、またエリゴレの面白いデッキかなんかを紹介して今日は終わろうと思います。台風、本当に日本すごいことになってるらしくて、ごめん一言で申し訳ないのが、韓国にいるんだ俺今。わかんないんですよ、どんな感じか。で俺の住んでるところも、一人暮らししてるところも関東にあるので、すげえ心配はしてます。皆さん本当にこの動画ね、外で聞いてる人がいたら、マジで家へすぐ帰ってください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。おつめし、バイバイ。